モルトリンパ種シュは、肺中心を経由した、露方変炎体 B 細胞に由来する不死外性、B 細胞性リンパ種シュである。モルトは、ムコザアソシエーテッドリンフィドティッシュを略したもの。風分類の正式名は、エクストランオデルマージナルゾーンリンフォーマオブムコザアソシエーテッドリンフィドティッシュタイプ。1983年に、アイザックソンとライトにより提唱された。 全員悪性リンパ腫の8.45%、悪性リンパ腫症状も三小異原発が多い疾患だが、微先行はあまり多くはない。れだが症状に病変がある場合には先行しやすい。多くは自己免疫疾患や慢性感染症と関連して発生する。イモルトリンパ腫では約90%の患者でピロリ菌感染が認められる。シェーグレン症候群の患者では、 大気腺モルトリンパ種発生リスクは44倍。橋本病では、甲状腺リンパ種の発生リスクは70倍である。85%は胃であるが、他に、肺、頭頸部、大気腺、眼科、皮膚、甲状腺、乳腺、皮尿生殖器が病変となりうる。イモルトリンパ種病変組織中拡大イモルトリンパ種、病変組織強拡大主要細胞は、 反応性露法の変炎体から露法管領域にかけて増殖し、上皮内に浸潤して、リンパ上皮病変を形成する。主要細胞は、肺中心細胞類似細胞セントラサイト、ライクセル、単球様 B 細胞、モナサイトイド、B セル、小型リンパ球、及び少数の免疫学級イムヤナブラストや、肺中心学球セントラブラストなど多彩な主要細胞から構成される。 形質細胞への分化が見られることもある。主要細胞が反応性露胞の肺中心に移動して、一見露胞性リンパ腫に似た構造を作ることがある。モルトリンパ腫を背景に微慢性大細胞性、悪性リンパ腫 DLBCL が発生することがある。免疫学球イムヤナブラストや肺中心学球セントラブラストが散在性ではなくシート状に出現している場合は、 DLBCL と診断し背景にモルトリンパ種シュが存在することを記述する。免疫染色。特異的なマーカーはないが、B 細胞マーカー陽性、CD5、CD10、CD23 は陰性。形質細胞分化のある症例では、免疫グロブリン検査制限を認める。悪性リンパ種シュは基本的にアンナーバー分類を用いるが、 不死外臓器病変が多い消化管リンパ種では、隣接臓器への直達侵順や、腹腔内リンパ節病変を正しく評価できないため、消化管リンパ種には、ルガーの分類が用いられる。消化管以外が、原発種であれば、アンナーバー分類が用いられる。モルトリンパッの50%は胃に発生する。H ピロリ陽性、H ピロリン,リンパの症状がある、消化管出血など、 臓器障害がある、巨大主流がある、確実に進行している、といった場合に治療の対象となる。症例数が少なく大規模な比較臨床試験が困難なため、各治療間の優劣は明らかではないが、以下の治療法が有効と報告されている。露蜂性リンパ種に準じた治療が多くの場合選択されている。露蜂性リンパ種治療も参照症例数が少なく大規模な、 非確認症試験が困難なため、十分にコンセンサスが得られている。標準療法は確立してはいないが、以下の治療法が主に行われる。原曲期進行期進行期原発と同様である。感情な自然経過をたどる。原曲期進行期後日原曲期前日の治療の、どれを選択しても、5年前生存率は90%、10年生存率は80%と、良好である。 進行期原発の進行期と合わせて5年生存率は80%、10年生存率は70%程度である。いずれの場合も組織学的進展が生じた場合、中1、あるいは当初より組織に微慢性大細胞型、B 細胞性リンパ腫様の細胞を認める場合は、治療法、予後はそれに準じる。ありがとうございます。